最初あなたの娘さんか誰かかなって思ったのに。いや、娘は絶対言うんです、ね、まさか。ああ、そうなの、うん、いや、どうせ、取りに行っとると思って。おう、なんて気の利く。普通の娘は大体そうだよ。ましてや、絶対何とっても電話かかってくる。めんどくさいで終わり。まあ、よっぽど非常事態じゃない限り。そう。ていうか、パパ電話しても出えへんやろ。そこはパパちゃんと電話に出てあげて。めんどくせえ。何やろ、めんどくせえあいつ。やめろ、撮ってる時にあれの本名を読むんじゃない。ドラえもんののび太くんの、あれこんなとここんな風に破れとったっけ。反対側も破れてるんだよな。なんだこれ、なんでまた竹どもがおるんかな。こういう、なんで日本人ってこういうことやるんやろね。え、ごめん、俺だけなんか草履になった。出口だな、おい。今日どっちから歩きますか、もう一個。色が違うんだよな、ここは切り方が。大変だ、ヘッドライトを忘れた。違う、今なんか単純にさ、その、クラって思ってさ。すげえ暗いな。まあいいか。撮れる？カメラ、あ、無理やん、それじゃ。マイクがあるか、そういや。マイク？マイクがついてる、それ使うんだね。そうそうそう。なんか考えないか、これも。ヘッドライトにしろ。やっぱして開くっていうのが一番大切やぞ。まあ他に撮影してないから別に問題ないっちゃ問題ないんですけど。嘘。あなたに撮影全部任せてるから。カメラ撮っとるな。さあ、今からではポチポチと上登ります。今日どっち方面から行く。昨日来たこともねえわ。こっち行こう。この前こっちだったね。じゃあそれ影はこっちからやったよね。うん、影こっちからこの坂道の方で俺は見てる。はい。さあ、じゃあ、いよいよ。きんぴら食べたいな、コンペラじゃなくて。ライトでも真っ暗いと困るやろ、絶対。うん、そうやってやらんとなんか映らんやろ。影も全部消えそうなんだよな。その歩いてこう、ここで歩くのもきついです。そう、だからこの場所を選ぶの迷った。あなたのスタミナ大丈夫かなって。もうふくらはぎがパンパンになるとか。なんでこった。さあ、ああでもやっぱり上あれだな、ないな、そんな、んなんていうの、その最初俺がな、あのなんていうの、影がぐるぐるぐるってなってるって言ったじゃない。上にそんななんか何もねえな、そういう止まってられるようなものが。木もないもん。で、オーブはもう起きた。まあ、あんまり歓迎はされてねえ。でも何やろね、この空気。ふわーっとするんだよな。さあ、休憩しますか。あ、休憩していこう。違う。おいおい、早い。まだ歩いて30秒も経ってないですよ。さあ、はたま不動尊。久々だね、またここが。楽しいね。最近老化なのかな、本当ガソコン見てるの。あいやつ。うん。
ぱりライトが強いか。嘘。あ、そうだ、この辺だ確か。これだったらそんな眩しくないじゃないと。眩しくない。なんか静かやね。ねえ、うん、最近ってさ、うん、スズムシの音って聞こえるの？これスズムシちゃいますの？コオロギじゃないよ。コロコロコロ。このリリリリ言ってるのはこれじゃないの？え、リリ言ってる？俺やっぱしあれかな。モスキートンが聞こえないんだよな。モスキートじゃないんだよな。スズムシの鳴き声も聞こえないのかな、年取ると。ん？チリリーンっていうのないの？リリーンか。知らん。スズムシの鳴き声なんてもう覚えてねえ。スズムシの鳴き声聞こえると秋だなぁなんて思ったりするんやけど。虫の音？何の音が？わからん。虫の音の中に何か違う音が聞こえてる。スズムシの鳴き声聞こえるけど。何か違うんだよ。大丈夫。スタミナ的に怖いならもう帰るよ。いや、スタミナじゃないんだよな。スタミナは別払いで。スタミナ太郎だから。そう、これさ、フラッシュタイトルやけどさ、はい、普通に綺麗に映るときと映らないときがあるのが怖い。シャッターチャンスって押すやん、うん、そうするとフラッシュがたかないんだよ。いや、フラッシュが焚いても暗いんだよ。わかる？何やろな、なんでやろ。どうした？いや、なんかその辺でなんか影動いてたなって思って。なんだ、上になんかおるのか、虫が。むちゃくちゃやろ。ふんふんには見えるんじゃないの。まだそんなが、あなたのががっつり見えるぐらいには 俺にそんなあれだけど、見えてないけど。動物は見えんで俺大丈夫だ。まあこんなこと見えるやつは下等動物だと思っとるし俺。でも雲を映したとかで。わお。なるのかな、なんでな。すげえ雲の巣。ああ。あ、これの揺れか？え？雲の巣揺れてる？雲の糸を取っても映らんのにな。めっちゃ気にするやん。意外と俺心がガラスなんですよ。
全然さっきから進んでねえね、俺たち。うん、だって俺からしたらこっちの方が ここのなんていうの坂道がよっぽど心霊スポットだもん。今日はなんか異様に静かすぎる。そうですな、まだ8時なのよ。もう8時やし。よい子は歯磨きしてあれだよな、寝る準備してる頃なんだよ。そう、うん、多分左側からだ。今日はオーブが撮れてない。そう言いつつ写真撮れてるから心配はしてない。いや撮れてない。確かに虫の声以外に何も聞こえないもんな。こんなんだったっけ。違う、なんかさ、動物と出会った時必ずあれだよね、何も取れないよね。そうだっけ。動物が最大の取れ高とかやめてよ。うん、風一つないね。もっと涼しい風が吹いてくれていいのよって。なうん、カメラを見ながら撮った方がいいよ、その画面を見ながら。大丈夫、カメラの目線となんていうのその俺の目線できる限り合わせるように見てるから。でしょ、じゃあ販売機撮ってみました。違う意味で不思議ですね。おかしいな、こんな静かなとこだったかな。いや静かなんていうの、俺ら以外に人いたことないけどここで。むしろ向こうから人歩いてきたら俺らがビビるんだけど。早いのかな、ほら真っ暗になるの。タクターが真っ暗に。明るさだけで言ったら夜中あれ11時も今も変わらなかったな。あ、影が動いてるわ。これは怖い。ていうかでかい蛾ですな。でも申し訳ないけどさ、俺らがあのなんていうの影見たっていう日さ、うん、思いっきり冬だよ。冬だったよね。虫いねえもんな。うん、水筒がないね、俺。そこ、トイレか。
とどっかに人いたりするのか。なんで、うん、こういうトロ軽トロとかあるとちょっと思ったりする。ライトのせいで真っ黄っきだ。あなたが立ち止まるとさ、今日ここがなんていうの制限かなっていうさ、ここら辺から俺はそれを警戒し始める。なんか風の時にゼー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 の音が聞こえない。俺の息かな。そう。違う。なんか痰がからシューシューっていう音の。単純にこのマスクしてる俺のあれではない。大丈夫。違う。後ろからすげえ気配が感じる。ついてきてる。飛行機の音が邪魔。わかんねえ。まぶしい。今日全く撮れてない。今日はダメなのかな。はしごしてからこう来るからね、それのせいもあるのかも。でも確かにろうそく一本もついてないからな。うん、あら真っ暗、なんで？わからん、俺が聞きたい。もう一回あ、映った。何言ってる？2枚連続取れんかった。やっぱ何かいるんだよな。この前その辺でオーブ取れたんだっけ。そう、今に取れないもん。2カ所目行きます。最近金木犀の匂いもないね。まだ早いんかな。季節に敏感ですわ。なんか金木犀やるとおトイレの香りがしてるんだ。今日なんかすごい黒いね。なんだろうな。させていただきました。ありがとうございます。なんか、なんだろう、ここね、いろんな住んでスポットと比べてやっぱり何か違うんだよ、来たらわかる。ここは住むとわからない。クワン、クワンっていう音がさっきから聞こえる。楽器みたいな音。
でも昼間どう昼間見に来てもね、栄えとるんかな。ここ栄えるのはちょっと俺嫌だな。でもどうやってさ、ろうそくを火つけとるか見てみたい。おお。なんかすごいすいません面白くない映像で。あ？急にバックしてどうしたの？いや分からん。なんで後ろから見える聞こえるなんか感じるんだよな。何やるかな。そうもない。この木じじいが抱っこされてる、あんな感じ、勝手に抱っこしてる。違う、鬼太郎が後ろからついてきてるもん。俺ら退治されるやん。何や、違う、カメラ、あ、音が取れとらんっていうのがあれやけど、さっきからやたら虫の他になんか違う音が聞こえるのが嫌。俺が散漫なのか、注意散漫なのか、単純にスズムシの鳴き声聞こえんけどよ。あでもそんな場所もなんかそんなパワースポット扱いもされてたって、ここ嘘、一部の場所では風が吹くだの吹かないだのっていう。本当にや、ここだけ風が吹かない、向こうはパタパタ揺れてるやん。山やでかな。なんか買う。高っ。あ、いや、自動販売機で何かを買うと手が出てくるとか。商品出てきて。商品と手が、手が出る。どうぞって。お願いします。入ります。怖いなぁ、なんか。怖いなぁ、なんか。早く入れて。飛んでると違って怖いな。なんでしょうな。あなたについてきてるのか、俺についてきてるのか。俺が最近弱っとるで。今日は俺絶対ダメだ、初めて。うん、なかなかレアな状態ではあるな。オーブが一枚も取れてない。まあ本当に一枚、どうだろうな、本当に一枚も取れてなかったら逆にあれ、また画像集で載っけるけど。これは大変なことになりました。次行ってみよう。うん、もう登ったり降りたりね、めんどくせえな。エスカレーター欲しいっすな。もう絶対やめて。夜は止まるやろ。エスカレーターに止まったやつは本当マジに歩きづれいで、こっち側に今オーブが取れたぞ、濃いやつが一番。あら、うん、光かな、これこれかな、西はちょっと違う。あとで見て、温度高い。オーブじゃねえよ。死んで分かる。もういいや。あとは研究はいいと思います。しかしなんかここは怖えよな、ほんと怖え。なんだろうね、心霊スポット久しぶりっていうわけでもないんだけどな、ある意味久しぶりだ。え、久しぶり、先週も行っとらへんかった。し
先週昼だもん。これ思いっきり鳴らせようか。あ、カマキリですよ。カマキリ。どこ？なんかカマキリの久々に見たこれ。あ、じゃあ本当に気づいてないんだ。何が？滋賀のあの塞いであったトンネルあるじゃないですか。おお、びっくりした。あれんとこに普通にカマキリいたけど。そう。本当。カマキリ、ほらカマキリ。なんで来んの？うん、いや。おや。じゃあそうだけど、うん、他にもなんかあちこちに虫いたりするんじゃねえのってちょっとビビってる。何のビビるの？ていうかこっち行くんや。こっち俺的でいいの？あの、先の方行くだけだぞ。あー、すげえ雲。だってあなたが影にあったのここじゃん。そうそう。そこまでバカじゃねえですよ。勘弁してくれ。あ、金木犀の匂い。ダメだ、トークが全然弾まねえの。は？トークが全然弾まねえの。全然弾まねえの。今カラスかなんか鳴いた。カラスやった？キャーッつっていう音したよね今。うん。聞こえた、やっぱし、うん、カラスチックな、なんか、うん、カラスチックにあーみたいな、なんかそんなような声。今ぐらいの音だったら普通にマイクに入ってるぞ、やっぱりこれか。カラスですね。よかった、なんか怖え。さあ、皆さん、ただまぶどうと暗い旅でした。ここはね、すいませんね、本当にね、無口になっちゃうんですよ、ここだけは。ああ、そういえばこんな水子の像がずらりと並んでる場所だったわ。そうそう、今見てちょっとびっくりした。ここね、ここだけはどうしても怖いんですよね。なんていうの、結構な頻度来てるけどさ、俺らも一回も慣れたことないんですよ、ここだけ。 そんな何度も来たいと思う雰囲気じゃないからね、一回も。ここだけはね、皆さん来てみてください。独特の空気なんですよ。今のはカラスじゃないでしょ。なんとかって音出ちゃう。でもまた違う音だったんですよ。まあ、あなたに動画を送るぐらいじゃないかな、やったとしても。ポリポリポリ、ほんと怖いっすね、ここは。ドーンドーとか言うのか。ん？写しといてくださいね、風間不動産。ぶん投げてんじゃないよ。いや、本当にね、怖いんですよ。あんまりお墓方面映してもな、あれだしな。どうなんだろう、やっぱ一番この山っていうか、この階段側のこれ、うん、こっち側が強い感じ。そうそう、こっち側なんだよ、こっち全くない。すげえな、なんか山が映してて、あ、ダメだ、真っ暗、カメ死んでる。暗いのはやっぱりダメなの、映像的に。暗視スコープが欲しい。暗視スコープ。うん？
知できるやつ。ナイトビジョン。ナイトビジョン欲しい。なんか出たして、なんかでけえが。やめろ。モスラーや。羽とかもいっぱいやられてる。さっきのあれやん。さっき飛んどったやつ。そうそう。なんでこんなでけえが。餌がいっぱいあるんでしょ。おお、私は帰るぞ。なんか鳴ったね。カーンと。そこになんか落ちた。なんか当たったか、なんか落ちたか。このポストぐらい。こっちから。だよね。うん。頑張って音の正体探すけど、もうダメだわ。あ、トイレか。ん？え、こいつ。最低。あなたに言われたな。はい、皆さん、狭間不動尊の一周の旅。ちょっとね、すいません、無口になっちゃう。なんかね、今日なんかいつにも増したなんか変な感じ。今日本当にね、すごくね、前よりかも今日はすっげえ不気味に感じるんですよ。この風のないとこから。なんだろうな。うん、今日はね、独特、今までのない独特感がすごいんですよ。これなんかじゃ絶対伝わんないんだよな。うん、画像ではね伝わらないんだけどね、今日はね一緒に来てくれたら絶対わかる。なんか狭間不動尊って結構来てるもんな、うん、頻度高く。今日はちょっと違うよね。なんか無口に なりたいぐらい重いんよ。そう、なんか、うん、なんかずっとね、なんかね後ろからねずっとつけられてんすよ。だから後ろばっか気になっちゃう。ああ。また屋根取る。今日は怖い。今日フラッシュが悪いでしょ。今日はね、なんか手が出るかな。トラウマなんだよな。材料が多いね、ここ。おう、なんだよ。材料と業務提供。ここは運命の、やっぱり。なんやろ、今日すごい怖いぐらい静かだよね、ここ。なんだろうな、なんか動画だけど喋らないかんけど、その喋ろうっていう気分にならないんだよ、うん、いつものテンションじゃねえんだよな、入った瞬間。なんやろ、ちょっとごめんね、今日みんなさん面白くないかもしれないですけど。今日不思議なんだよ、本当に。なんなんでしょうな、8時という時間がダメか。いつももっと遅かったっけ、俺。うん、はしごしてるから、だいたい10時とか9時とか。やっぱりここは10時に来るとかのかな。良い子はね、静まってから。まあ俺のもいい子やから、早寝んとかんね。ラップ音も聞こえんかったな、さっきの。カーンがそうじゃない。あのカーンを何やったんやろ。物が落ちるにしてはすごいな。なんか鉄製のなんか薄い板に何か物が当たったような、石でも投げたような。猿かな。ウサギのせいではねえな、ま、確かに。マジ怖えな。ほんと今日はね、ほんとに皆さん、ほんとに今日何だろう、この風のなさ。風ないし、なんかいろいろないんだよ、なんか。そうそう、なんかが今日足りねえんだよな。そうね、トークも足りてないけど。え、違うんだよな今日。そう、なんか車の中のハイテンションと違うもん俺今。そう、なんか何なんだろうな。
今日は違うね。まあ歓迎されてないっていうことなんでしょうね、きっとこれは。確実だな、今日は。もうオーブ取らしたなっていう感じかな。